皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した3月の予言の2回目をご紹介します。2024年3月の予言。2つ目のやってはいけないことは、あまりに決断力を高めたり考えすぎることです。決断を急ぐよりも自分の生活を様々な面から見ることをお勧めします。選択をするときにあまりに欲張りになったりせず、直感こそが常に生きるための鍵なのです。そして人間関係について考えすぎないようにしましょう。それから新たな関係を作るにせよ、今ある関係を発展させるにせよ、決して焦らないでください。自然に任せていかないと後で後悔することになります。そして大事なことは、ご自愛していただき、決してセルフネグレクトにならないようにしましょう。どうか常に他人を優先するのをやめてください。そして自分を第一に考えてください。たとえそれで他人に自己中心的だと非難されても、それは他人が自分自身を非難していると思ってください。もちろんすぐには難しいと思いますが、そのように意識すれば、はるか遅くても秋頃にはバランスの取れた人生を送れているでしょう。3月は天空でも素晴らしい出来事が起きており、私たちに変化をもたらしてくれます。変化なしにはずっと同じ泥沼にはまり続けなければなりません。私たちは変化を通じて自分を再発見するのです。3月9日に水星は牡牛座に入り、創造的な発想ができるようになり、新規事業を立ち上げるのもいいでしょう。特に春分の日あたりは絶好の時期になります。水星と牡牛座の組み合わせは皆様を別次元に引き上げてくれる効果があり、スピリットは自分のアイデアを書き出すことを勧めています。守護霊や宇宙からのメッセージは断片的であり、それらを書き続ければ大きなパズルが完成するでしょう。この星の配置で私たちはもっと大胆に、そして自信を持って人と交流することができるようになります。3月10日には神秘的な新月を迎え魚座に入ります。それが人々の意志をさらにはっきりと、そして力強くし、新月により無意識の世界に深く入り込むことができます。ハートチャクラは常に心を豊かにしてくれますので、何かを育てたいと思う願望を育てていきましょう。また新月の時はスピリチュアルな探求にとても向いています。3月10日が3月では最適な日で、魚座からのイマジネーションや直感のエネルギーを直接受けられる日だからです。瞑想をして光り輝く皆様の願望を胸に集めれば最大限叶えられるかもしれません。もう一つ、その素晴らしい3月10日に私がやろうと思っているのは、庭に種をまくことです。たとえ室内のプランターであっても、その日は種まきに最適な日であり、それと同じように自分の願望の種を心にまきましょう。3月10日の新月の翌日である3月11日は美の女神である金星が魚座に入ります。そして人間関係がより共感と思いやりの持てるものとなります。ドラマチックな展開も期待でき、新月は関係を修復する効果もあり、その次の日にヴィーナスが魚座に入るのです。この星の配置でより人間関係は深まり、また癒されます。その時期は様々な感情が交錯しますが、それらが皆愛の力へと変化するのです。3月18日に恐るべき水星逆行の周期に入ります。多くの人がこの水星逆行を怖がりますが、その正しい効果を知り利用できれば何も恐れることはありません。3月18日に水星逆行のプレシャドウが獅子座で始まります。獅子座は昇る太陽を表しており、乙女座と双子座を合わせた性質を持つ水星が逆行したら、これらの星座の重苦しいエネルギーがやってくるのです。もし太陽と月、そしてアセンダントを持っていれば、さらに強くその影響が出ます。とにかく何も恐れる必要はなく、3月18日から始まる水星逆行は単なる合図でしかありません。
一旦振り返り今までの出来事を見返しましょう。以前した行動や下した決断などをです。今私たちは正しい道を歩んでおり、水星逆行が本格的に始まるのは4月1日からになります。3月19日は太陽が牡牛座に入り、また私が大好きな春分の日でもあります。それから春を祝うのですが、南半球では秋分の日となります。地球上のどこにいようと3月19日は均衡が取れる日となり、先祖たちはこの日を占星術上の新年として祝ったのです。つまりこの春分の日は新年だとも言えます。何かを始めるにはうってつけの時であり、激しいエネルギーを持つ牡牛座により目標を叶える後押しをしてくれるのです。22日は力強いマスターナンバーの日であり、火星が魚座と交わります。他人に対する思いやりや奉仕の精神が強まり、他人を助けようと努力する機運が高まります。この星の配置により人のためになろうとする勇気とポジティブな感情が湧いてくるのです。新たなものを育て、新しいチャンスが巡ってきます。そして一体感や共感が呼び起こされる良い状態になるのです。最高潮に達する最もパワフルな満月が3月25日にやってきます。とても待ち遠しいです。この満月で人間関係にバランスや均衡が保たれます。3月はこのように2の波動により均衡やバランスを保とうとすることを何度となく思い起こさせる月なのです。国際情勢においても対立を和らげてもらいたいものです。4月8日にまた月食がありますが、秋にある月食と合わせてとてもすごいお話です。月食により人間関係に均衡がもたらされるだけでなく、自分が成長し変わるための布石が打てるのです。3月は私たちとこの地球全体に変わる機会を与えてくれる素晴らしい月でもあります。そうやって本来あるべき自分に再びつながることができ、将来への変化を取り込めるのです。私はジョセフ・ティテル、スピリットマン JT と呼ばれています。正確な予言と信託をお知りになりたいのでしたらぜひともこのチャンネルをご覧ください。このチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この無料のコンテンツを配信できるのもひとえに皆様の愛とご支援のおかげです。限りない愛と祝福で皆様をお迎えします。これから株式市場の崩壊が始まりますがそこには皆様の年金も入っています。それでは3月の予言へ移りましょう。3月は2週目まではとても素晴らしく、そのエネルギーを浴びるように享受できます。それが異次元の喜びと幸せをもたらしてくれるのです。そのようにして月の後半に秋分の日を迎えますが、その日はとてもエネルギーが緊迫します。その日に太陽は新たな光明を発し、太陽フレアの悪影響がオーストラリアなどで通信に支障をきたします。スピリットによれば多くの地域で停電があるそうで、その原因の一つは巨大な太陽フレアですが、もう一つの原因はもちろんサイバー攻撃です。いかがでしょうか？今回の話も過ぎた日のことを話していて申し訳ございません。もう少しで追いつくと思いますのでご了承ください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。